もし願いが叶うとしたら、皆さんはどんな素敵な人生を望みますか？悩みのない心穏やかな人生でしょうか？それともやりたいことが次々に実現する刺激的な毎日でしょうか？今回はそんな夢のような話を今すぐに現実化するための方法をご紹介します。しかもこれは根拠のない魔法ではありません。今回ご紹介するのは、量子力学の視点からこの世の仕組みと願望の現実化について解説しているとてもエキサイティングな本です。気になる方はぜひこちらの動画を最後までご覧ください。皆さんごきげんよう、幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは様々な本を紹介しながら、今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けいたします。今回ご紹介するのは、村松大輔さんの全てが用意されているゼロポイントフィールドにつながる生き方です。著者の村松さんは東京大学で量子力学を学びました。そしてこの量子力学を人生に活かし、願望を現実化させる方法や自分を輝かせて幸せに生きる方法を提唱しています。本書では村松さん自身の体験をはじめ、量子力学とこの世界の仕組みがとてもシンプルに分かりやすく解説されています。では早速内容をご紹介していきます。1. 自己犠牲のエネルギーで全てがうまくいかなかった日々。 2. 周波数通りの現実が創造される。 3. 全てのものが生み出されるゼロポイントフィールド。 4. ゼロポイントフィールドと一致するとスムーズに実現する。 5. 最悪にも幸せにもなれる。この世はパラレルワールド。では順にお話ししていきます。 1. 自己犠牲のエネルギーで全てがうまくいかなかった日々。本書では村松さん自身が自らの意識を変えたことで現実を変えていった面白いエピソードがたくさん紹介されていますが、今回はこの中から一つ、村松さんがうつ病になってしまった時の話をご紹介しようと思います。村松さんは大学卒業後、お父さんが経営していた金属メーカーの会社に勤めることになりました。当時本当は別の会社に就職することが決まっていたという村松さん。しかしお父さんが困っている様子だったので、自分の気持ちを抑え込んでお父さんのために働くことを選びました。しかし村松さんの中には、俺はここで働いてやっているのに、お父さんのせいでこんなに苦労しているといった不満や批判のエネルギーが常に渦巻いていました。おまけに機械いじりをやったこともない状態で製造現場に放り込まれ、知らないことわからないことだらけ。社長のせがれのくせに、東大卒なのにそんなこともできないのか、そのような言葉を投げかけられ、ちょっとミスをすると一斉に攻撃され、無視され、ホワイトボードには批判を書かれる日々。その結果、村松さんは俺なんてダメだ、どうせ俺なんてという負のエネルギーをどんどん出すようになっていきました。機械を扱う手はいつも怪我だらけ。傷口に油が染みてひどく痛みます。自分のエネルギーで自分自身を傷つける、そんな状態はなんと14年間も続いたそうです。村松さんは自分なんてどうなってもいいという思いで過ごしていました。チームリーダーを任せられるようになってからも、社員にさせるのは悪いからチームリーダーの自分がやると考え、自分を犠牲にして頑張り続けました。しかしどんなに頑張っても状況は好転しませんでした。それどころか、自分はどうなってもいいというエネルギーを出していたため、社員からも村松はどうなってもいいというエネルギーが返ってきていました。後から振り返ると、彼らは村松さんの出しているエネルギーをそのまま見せてくれていました。しかし当時の村松さんはそのことにも気づきませんでした。やがてある時から一人の社員に完全に無視されるようになりました。声がムカつく、話しかけるな、指示はメモで出せと言われ、3ヶ月くらい無視される状態が続いたのです。村松さんの心は限界を迎えていました。病院に行ったところ、うつ病だと診断されました。しかしここで転機が訪れます。病院の帰りに、ある女子社員が自分を褒める日記というテーマの本を貸してくれたのです。それを読んだ村松さんは、自分を褒めたら何かが変わるのではないかと考えました。そして寝る前に自分への褒め言葉を書き始めました。どんな小さなことでも、その日に自分がやったことに対して褒め言葉を送るようにしたのです。すると1週間後、なんと村松さんを無視していた社員が挨拶を返してくれるようになりました。たった1週間で事態が動き始めたのです。
3週間後くらいにはその人は現場でもバリバリ働いてくれるようになり、数ヶ月後には村松さんが何も言わなくても微妙な変化を感じ取り声をかけてくれるようになりました。そしていつしか村松さんを応援してくれる側に回ってくれるようにもなったのです。自分を褒めることを習慣にしてからは他の社員たちも変わっていきました。というのも村松さんの仕事を手伝いに来てくれたり交代に入ってくれたりするようになったのです。こうした経験を通じて村松さんは自分の出しているエネルギーが現実を作っていることを理解しました。そしてこうした経験をもとに今の村松さんの教えがあるそうです。なんとも壮絶な体験ですよね。でもこの苦しい体験を経ての言葉だからこそ、全ては自分次第だという村松さんの言葉が説得力を持って響きます。他にも自分と向き合うことの大切さを教えてくれる濃いエピソードが盛りだくさんなので、気になった方はぜひ本も読んでみてください。次からはいよいよ量子力学の話に入っていきたいと思います。2、周波数通りの現実が創造される。自分がどんな意識を持つかで起こる現象が変わる。その実例として先ほど村松さんのエピソードを一つご紹介しましたが、そもそも意識の正体とは何でしょうか。村松さんは私たちの意識はフォトンという素粒子だと言います。素粒子とはあらゆる物質を構成している最小の単位である粒子のことです。例えば私たちの肉体は細胞でできていますよね。その細胞は分子でできていて、分子は原子でできています。この原子の中にはさらに小さな陽子や中性子があります。そして陽子や中性子を構成しているもっと小さな物質やエネルギーがあります。それが素粒子です。つまり体という物質を極限までバラバラにしていくと、顕微鏡でも見ることができないとんでもなく小さな素粒子にたどり着くのです。そして人間だけでなく、動物も魚も植物も生き物ではない鉱物や私たちを取り巻く空気や水でさえも、あらゆるものが素粒子からできています。この素粒子にはいくつかの種類があるのですが、その中でも村松さんが注目しているのがフォトンだそうです。フォトンとは光を構成する素粒子ですが、私たちの意識や感情の正体はフォトンなのだそうです。例えば幸せを感じている時の光がピンクだとしたら、幸せな人はいつもピンクの光を点滅させています。ですが嫌なことを考えていると、その瞬間にグレーの光が点滅します。またフォトンは超高速で点滅を繰り返す光なので、例えば自分が出す光をオレンジに変えた瞬間に自分の世界がオレンジで点滅するようになります。このように人間も犬も魚も植物も、全ての生命はバイオフォトンを飛ばしているそうです。実際に真っ暗な場所で高精度なカメラを使って観測すると、ちゃんとその光を写真に撮ることができるそうです。このように私たちは光として意識を飛ばしているのです。また素粒子と聞くと粒のイメージが浮かぶのではないかと思いますが、実は素粒子は波の性質も併せ持っています。テレビの電波を思い浮かべてもらうと分かりやすいと思いますが、波にはそれぞれ周波数、すなわち振動数があります。つまり私たちの意識の正体である素粒子は波でもあり、何らかの周波数を出しているということです。そしてその周波数帯に応じた世界を生み出しているのです。村松さんは周波数が違うと同じ現象でもまるで違った捉え方をすると言います。例えば幸せだという周波数の波を出していると、その人は幸せな情報をたくさん拾うし、ムカついているとムカつく情報ばかり拾ってしまいます。例を挙げると、ファミリーレストランで子供が騒いでいた時にうるさいなと思う人もいれば、元気でいいわねと感じる人もいる。このように同じ場所で同じ現象を見ても、それぞれの周波数帯で違った捉え方をするのです。ちなみに引き寄せの法則もフォトンで説明ができるそうです。というのも、同じ周波数の波同士は共振現象を起こすからです。例えば 440Hz の音叉をハンマーで鳴らすと、近くにある同じ 440Hz の音叉が何もしないのに鳴り出します。これが共振現象です。同じように自分がある周波数を出すと、それと同じ周波数を出しているあらゆるものが共振し集まってきます。これが引き寄せの法則のメカニズムだそうです。つまり、うわ最悪と思っている時には最悪フォトンを飛ばすので、最悪の周波数で周りのものを呼び合って、また最悪なことが起こるという現象が起きるのです。
これは言い換えると、ありがとうと感謝したくなる出来事を引き寄せたいなら、自分がありがとうの周波数を出せばいいということ。また、自分を大切にする方向に生き方が変わると、自分の細胞に浴びせている周波数が変わるので、細胞の周波数も生命力を高める方に変わるそうです。健康的に過ごしたいという方は、特に意識して過ごしてみるといいかもしれませんね。では3つ目、すべてのものが生み出されるゼロポイントフィールド。ところで、素粒子は物質を構成する最小単位ですが、そもそもそれはどこから生まれてくるのでしょうか。素粒子が実際にどんな形をしているか見ることができた人はいないのですが、超ひも理論という最先端の仮説では、ひもの形をしているとされているそうです。そしてそのひもが生み出される場所がゼロポイントフィールドと呼ばれるエネルギー場だそうです。ゼロという言葉がついていますが、何もないという意味ではありません。莫大なエネルギーが動き、宇宙にあまねく存在している全ての情報の源のことです。そこから全てのものが生み出されているのです。言い換えるなら、私たちの元はゼロポイントフィールドということです。このゼロポイントフィールドに行くと、何もかもが一つで、そこに区別はありません。ブッダの言う空というのも、量子力学的に言えばゼロポイントフィールドで、全て一つという領域だそうです。私たちは肉眼で捉えられるものしか見えていません。しかし、そうやって私たちが見ている現象も、結局はこのゼロポイントフィールドから生じた結果なのです。ちなみに、アインシュタインは私たちの魂についてこのように述べています。一人一人に与えられた魂は、宇宙を動かしているのと同じ生きたスピリットによって動かされている。これは言い換えると、ゼロポイントフィールドによって私たちの魂は生かされているということ。ゼロポイントフィールドは私たちの魂を生かしている宇宙を司るエネルギーなのです。こういうことを100年も前にアインシュタインが言ってくれているのは嬉しいことですよね、と村松さんは書いていますが、時代を超えて共通する認識や真理であると考えると不思議な感覚になりますね。4、ゼロポイントフィールドと一致するとスムーズに実現する。何かを成し遂げようとするとき、難しく思えることでも驚くほどスムーズに実現することがあります。それが起きるのは、ゼロポイントフィールド側の周波数で行動したときです。このとき、いわゆる渡りに船と言われるような現象が起きるのだそうです。村松さんの場合は、学習塾の経営がそうでした。村松さんはお父さんの会社で働いた後、学習塾を立ち上げるのですが、経営にあたってはお金の不安や恐怖が常につきまとっていました。ですが村松さんは、恐怖という周波数帯からではなく、自分のミッションに従って行動するということを意識しました。すると、ミッションで行動して経済は自然に成り立つという村松さんの周波数に合ったお客さんや人々と出会うことができ、自然とお金が巡ってくるようになりました。見えない存在に感謝し、自分は生かされていると気づくと現実も変わっていきます、と村松さんは言います。見えない側のエネルギーをもらい受けて、肉体を通して得意分野を形にしていくことで、素晴らしいご縁とつながり、物事がどんどん拡大して発展していくのです。この周波数帯に入ると、自然といろいろな人と引き合わされ、それが加速して、いい循環を見せてもらえるのです。お金が巡ってくる周波数帯とは、言い換えると感謝の周波数帯であり、自分を生かす周波数帯であり、深い祈りの周波数帯でもあるそうです。私なんてとかどうせと思っていると自分を生かしていないので、お金もうまく流れません。そういう意識を手放して自分を使わせていただくという領域で考え行動していくと、スッとパイプが通るそうです。だから仕事やお金に関しても、どうしたら稼げるかという数値にこだわるのではなく、いかに自分のエネルギーを高めていくか、自分を輝かせていくかということに意識を向けることが大切だそうです。ゼロポイントフィールドとつながることは、自分自身の振動数を最高に活かすことでもあります。また全ての生命とのつながりを感じ、感謝を響かせること、こうすることで素敵な世界がどんどん広がっていくのです。さらに村松さんは、心を込めたところに神が降りるということも伝えています。心を込めると、ゼロポイントフィールド側の周波数と自分の意識を合わせることができるからです。
例えば大好きなことを仕事にしたいと考えている場合も、今目の前にある毎日の仕事に心を込め振動数を高めることで現象を動かし、大好きな仕事をするという周波数帯に入れるそうです。文句や不満を言っているとその世界が何年も続いてしまうので、もしそうした自分に気づいた時にはそこに留まることはやめるように意識を切り替えていきましょう。では5番目、最悪にも幸せにもなれる、この世はパラレルワールド。パラレルワールドとは、今自分がいる世界と並行して存在する別の世界のことです。村松さんによると、その人の意識によって体験する世界が変わってくること、これがパラレルワールドの仕組みだそうです。ゼロポイントフィールドにはポジティブもネガティブな周波数も、あらゆる周波数帯が全て畳み込まれています。そしてそれを自分がどこの周波数帯で見るかで、自分の体験できる世界が変わってくるのです。プリンストン大学のヒュー・エベレット博士はパラレルワールドのことをこのように言っています。観測者の一つの世界の主観では、相関した世界のみが観測可能な世界であって、相関していない他の世界は観測できない。どういうことかというと、うわ最悪不幸と思っている人の世界では、それと関係し合った不幸の世界だけしか見れず、相関していない幸せな世界は観測できない。幸せだな、ありがたいなと思っている人の世界では、相関した幸せな世界しかなくて、関係していない不幸の世界は見ることができないということです。不満だらけで自分は不幸だと思っている人は、そのような世界しか観測できない。なんだかゾッとする話ですよね。だけど言い換えれば、幸せな意識で生きていれば幸せな世界をちゃんと見れるということです。だからこそ自分が見たい世界を意識しておくことが大切なのです。村松さん自身、どんな時でも自分が見たいパラレルワールドに意識を合わせることを心がけているそうです。例えば奥様に深刻な顔で話があると言われた時、同じシチュエーションになった時に何を言われるんだろうとドキッとしてしまう男性もいるかもしれません。かつて村松さんは奥様に別れ話を持ちかけられた経験があります。ですが話があると言われて、とっさにその時の記憶や感情が浮かんできたとしても、自分のパラレルワールドを感謝側に変えていくことを村松さんは意識しているそうです。そうして奥様が話をしてくれることをありがたいと思って、穏やかに受け止めていると、奥様も穏やかに接してくれるようになるそうです。1秒先、10秒先、1分先であっても、全ては自分の意識が作ったパラレルワールドで進んでいると村松さんは言います。だからどのような意識でいるかで、一瞬にして世界が変わるということが起こるのです。どんな世界で生きるかは自分で瞬時に選ぶことができるのです。ではまとめに入っていきます。1、自己犠牲のエネルギーで全てがうまくいかなかった日々、周りにいる人たちは自分の出しているエネルギーの映し出しです。2、周波数の通りの現実が想像される。自分の周波数に合った現実を私たちは体験しています。3、全てのものが生み出されるゼロポイントフィールド、全てが一つになったフィールド、ここから全てが生み出されています。4、ゼロポイントフィールドと一致するとスムーズに実現する。ゼロポイントフィールド側の視点で行動すると物事はどんどん循環します。5、最悪にも幸せにもなれる、この世はパラレルワールド。自分が見たい世界を意識することで、望む世界に瞬時に行くことができます。いかがでしたか？村松さんの体験談や量子力学という視点から引き寄せや現実創造について知ることができて、私にとってはすごく面白い本でした。また自分のエネルギーを高め輝かせること、生かされていることに感謝し、ゼロポイントフィールドの視点から行動していくことで物事がうまく循環していくというのは、物事がスムーズにいくときや天に味方されるような生き方をしている人に共通していることでもあるなぁと思いました。私も自らの振動数を高め、生かしていけるような生き方を心がけていきたいと思いました。それでは今回は以上となります。今後も今日から使えるワクワクするような情報を発信していきたいと思うので、このチャンネルが良かったと思った方は、LIKE ボタンやチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。愛を込めて、ことぞらより。